さあ今回は目前に迫ってきました補選の対応とね、それと都知事選なんですけども、その3党の動きを見てみましょう。いやもうグタグタなんですよ。1番目あの NHK 党なんですけども、都知事選挙にね30人擁立って言うんですよ。いやこれふざけてると思いますよ。そして2番国民民主党、乙武さんを推薦せずと右往左往のふらつきでございます。そして3番目日本維新の会なんですけども、やっぱりね私から見ると問題だらけだと思うんですけどね、臭いものには蓋ということでしょうか。さあ初めにねこの産経新聞行ってみましょう。東京都知事選に NHK から国民を守る党が30人を擁立へと13人の候補者を発表ということでね、いやあのねと、これ下見るとねふざけてるわけじゃなくと立花さん言ってますけども、いやいや私から見たらねこれふざけてるとしか言いようがないんですけども、どう考えてもおかしいと思いません？でね、公職選挙法では当選する意思がなく売名行為を目的としているなど無責任な立候補を防ぐために、まあ各選挙区、選挙に出馬する際に供託金ですよね、地方法務局に預ける必要があり、今回の場合300万円ですから要は9000万円が必要だって言うんですよ。でね、まあこの供託金が全部没収されるってことになるんでしょうけども、それにしてもねやっぱりおかしいと思いません？だって公職選挙法ではね当選する意思がなくって書いてあるんですよ。でどう考えても30人で出ましてね、こっから当選するとは思えないでしょう。皆さんもそう思いませんか？となるとこの瞬間にもう私はもうこれもう違法と言いますか、違法状態になってるような気がするんですけど、どうでしょうかね。ところがこの立花さん、当初は100人の擁立を考えているって言うんですよ。で100人を出しますとあまり出しても逆にふざけてると思われるということで、30人は妥当だって言うんですが、これでも私はふざけてると思いますけどね。でまあこれがそのねの会見の様子なんですけども、言っちゃなんですけど失礼ですけども、この候補者の中でね、まあ本当に政治を目指して頑張ろうって人一体どのくらいいるんでしょうかね。まあどっからこう出てきたか分かりませんけども、なんか面白そうだから出てみようかなみたいな、そんな人も混じってるようにしか私には思えないんですけども、どうでしょうかと。でね、まあ、この NHK をの、まあ、ぶっ潰せってことなんですけども、私ね、当初はすごくね、実は期待してたんですよ。N 党に期待するってバカじゃねえかって結構言われたんですけども、なんで期待したかって言いますとね、なんか官僚上がりとかね、東大卒業して、で、ちょ、うまいことするっとこう、議員の立場に潜り込んで、で、先生で御座なんてやってるんで、パワハラやってるね、北海道のなんとかみたいな、あんな議員たちと比べたら、NHK というね、この世の悪を、ね、ぶっ潰すっていうその一つのことだけをワンイシューということで、まあ、掲げてやっていくぞというね、この方針はよっぽどこっちの方が社会的な意義があると私思ったんですよ。だから他のことはもう一切立花さんやらなくていいから、この NHK をぶっ壊すってことに集中してくれと思ってて、これをやるんだったら面白いと思ったんですね。ところが何と言いますかね、グタグタと言いますかね、名前はどんどん変わりますしな、揉め事は起こしますし、他のことやらないでくれと思うような状況にだんだんなってきちゃいましたよね。で、唯一の良かったことといえば、あの浜田議員を味方に引き入れたと、あの人は優秀ですよ。あの人は素晴らしい。あの人をね、身近に入れた、手の内に入れたってことは素晴らしい功績だと思うんですけども、それ以外はどうかと思いますけどね、皆さんどう思いますかね、この遠投につきましてね。さあ、お次は国民民主なんですけども、乙武弘忠氏の推薦決定見送るということで、東京15区の補選なんですが、国民民主ね、もう訳が分かりませんと。だってそもそもあれでしょ、自民党が乙武さんを推薦するんだったら俺たちは辞めるぞという、こういうねニュースが出ておりました。だってこれ自体おかしいでしょ。乙武さんを推薦するかどうかなのに、自民が推薦するんだったら辞めたってね、結局どっちなんだいっていうことになっちゃいますよ。乙武さんの方針を見てね、方策を見て政策を見て決めるんならいいんですけども、関係ないってことになっちゃうでしょ。しかもですね、この決定をしたのは国民民主党は10日国会内で両議院議員総会を開いたってことになってますから、例のね、あの昨日の小島さんの爆弾発言ですよ、あの小池都知事に対しますね、小池知事から頼まれたってあの爆弾発言、明らかにあの爆弾発言受けた後の総会でこれ決めてますから、普通に考えたらね、自民がどうのこうのじゃなくて、やべえぞと、これで乙武を推薦したら俺たちまで火の粉かぶるからやめとこうぜというのが最後のこれ、これはね推しになったはずなんですよ。どう考えたってそうでしょう。まあ適当だと思いますね。でもね、あの玉木さんにしましても、あの新葉さんにしましてもね、もういいことはすごく言って、いやなんでねいいこと言うんだって最近思ってるんですけど、やっぱりね国民民主ってのはね、あの最後の最後がどうもなんか信用できないっていう部分があって、私としてはね何とも言えないんですね。で玉木さんもなんかレインボーの旗を
ような、こうフラッグをね、持ってね、なんか一緒に練り歩いたりとか、そういうことやってたこともあったでしょう。この辺のところね、はっきりしてもらいたいと思うんですけども、玉木さんお願いしますと、私はこれ本当強く思いますね、この国民民主見てますと。そしてお次は維新なんですけども、維新藤田幹事長、東京15区の補選はね、総選挙の試金石と位置づけと、そうで、だと思いますよ、だと思います。で、立憲共産の共闘ね、これもう、はい、あらわになりましたと、で全国であいつらやるぞと、ということで、まあ、俺たちは頑張るぞってことはずっとこう書いてありましてね、で、ご存知のように、維新は新人でね、元あの会社員の金沢由志と、ポッキー、あ、グリコでしたっけ、グリコの元会社員ですよね、擁立を決めていると、でずっとこうやって書いてあるんですけども、いやこれどうなんでしょうね。これ下にね、藤田氏は立憲と共産党の共闘と、そして我々自民党がどうされるか分かりませんけども、自公と都民ファーストが一緒にやるんじゃないかという微妙なポジションと、ということで今回の15区の補選の構図を示したということになってるんですよね。でね、はい、これですよ。なんかこういうのがね、なんだと思うんですが、記者団から独自候補をどう補選に確立、あ、擁立していない国民民主党に応援を求めるかどうかを問われ、推薦依頼を教育無償化を実現するか以外にお願いすることは考えていないと。本当にね、我々は真正面から正々堂々とやりたいと。で、皆さんこれね、覚えてるでしょ、教育無償化を実現する会、昨年末ですよね。あの前原さんね、後ろから前原さんが突然ね、こう5人を伴って、この政党交付金ですよね、あのお金ね、5億円もらえるギリギリのところで、いや俺たちちょっと別れるぜって国民民主から別れて、この5億円持ってたと。まあ要はそこと組むという話なんですけども、そもそもね、ああいう人と組むという時点で私はどうかっていうね、気がしてならないと思うんですけど、皆さんどうですか。私にとってはね、もう前原さんって終わった人ですよね。で、民主党の政権の時、これ大臣やったでしょ。で、やっぱりね、ヤンバダムですよ。ヤンバダムを作る、作らない。いや、やっぱりやめる。いや、やっぱりやろうかな、みたいな感じで、本当にね、右往左往して、完全に目が死んでましたもんね。あれを見た時に、この人、私はもうダメだと思いましたね。ということで、まあ、維新は万博の問題もありまして、もうぐちゃぐちゃです。そしてね、やっぱりね、他にもいっぱい維新はあるんですよ。この人見てください。愛知県選出のね、三崎さんというね、三崎議員です。現職の議員なんですけども、元ね、フリーアナウンサーかなんかかな。そういう人なんですけども、まあ、フリーアナウンサーって言いますと、どうしても立憲民主の石垣のり子を思い出してしまうんですが、まあ、ろくなもんじゃないと気しますね。いやいや、この人がどうかは知りませんよ。ただ、事実として上がってるのは、この人ね、もう2回もパワハラ問題で上がってるんです。結構前にパワハラで問題で、バーンと名前が出たんですけども、つい最近も出ましたね。はい、この人、北名古屋市の市議会議員の、まあ、小村さんかな、よくわかりませんけども、まあ、この方、現職のね、要はこの市議会議員なんですが、この方がつい最近、維新を除名されたと。ね、でなんで除名されたかってことなんですけども、これね、臭いもんに蓋なんですよ。このね、この小村さんね、実はさっきの三崎さんの秘書を務めてたんですけども、まあ、とんでもないパワハラだということで、この人がね、要は明るみにしたんです。で、要は臭いもんに蓋ですよね。なんでそんなこと言うんだと、維新に打撃を与えるんだってことになるでしょう。でね、このパワフラのね、この訴えた内容がひどいんですよ。本当にもうね、大雨の日、雨の日でもポスター貼ってこいというふうに、あのね、さっきの三崎さんから言われて、で、はい、もうノルマは達成できないとね、本当に罵声をね、浴びせかけられて、で、土下座を強要とか、そういうことする。で、しかも、いろんなものをね、建て替えさせられたって言うんですよ。で、結局ね、60万円ぐらい、本当にジュースみたいなものから含めて、どんどん建て替えさせられて、それで、今のまんまだ60万円そのまんまね、要は返してくれずにね、知らん顔されるということで、訴えたんですって。そうしたら裁判所から払えって命令が出て、それでやっと60万円回収できたって言うんです。とんでもないでしょ。そんな人が議員やってるんですよ。だからね、こういうことがね、維新はいっぱいありすぎると私気がするんですよ。これ僕だけでしょうかね、こういうこと感じてるのはね。で、さっきの三崎さんなんですけども、経歴はこんな形です。これ、ウィキペディアなんですが、名古屋市と、高原小学校、高原大中学校、愛知県統合高校を卒業ってあるでしょ。この統合高校っていうのは、私が知る限り、おそらく日本一のパワハラ高校になっております。私、同級生もここに通ってましたし、これ、愛知県で有名な高校だもんですからね。まあ、愛知県出身の方に聞いてください。みんな知ってますから。そういうね、超パワハラ高校なんですよね。もう、生徒をね、軍隊のなんかもう二等兵に見立ててね、真夏の中行進させてね、ぶっ倒れても進めみたいなことをやったり、あとはとにかくめちゃくちゃな、まあ、言ってみれば暴力体制みたいな高校ですよ。で、この三崎さんなんですけども、ここ出身ってことは、年齢も考えますとね、ピークの時なんですね。だから、この時、私ね、彼女はおそらくそういう教育を国
で受けてるはずですから、自分がねパワハラ体験してるはずなんですよ。だからなんでしょうかもしれませんけども、人にやっちゃうかもしれませんよね。やっぱりね、あの豊田真由子さんじゃないですけどもね、このうわーんとゲハーっていうあれほどじゃないかもしれませんけども、まあこの議員というのはどうしようもならないですね。北海道の HG さんの問題もありました。本当にヘキヘキするんですよね。さあそしてね、維新まだあるんですよ。これは一昨日のこれ日付のにはこれはニュースなんですけども、これね、はい、石川県の維新の支部長が県民割で政治資金パーティーやったと。ひどいしょこれね。これ北陸で県民割やっていろんな旅行をね、あ遊びに来てね、応援してねってやつなんですけども、それを利用して、まあ活用ですかね、彼らに言わせれば活用なんでしょうね。活用して維新関係者のパーティーやって、やったぜ4万4000割り引いたぜっていうことがねバレてしまったと。とんでもないですね。まあこれは返すってことになってるらしいんですけども、完全に趣旨を履き違えていますと。いやどうなってんでしょうかね、ババさんしっかりしてくださいということです。はい、これまで3頭終わったんですけどね、はい、ちょっとこんな写真があったから紹介しましょう。あの他の動画でも私紹介していますけども、いやこんなものがあったらしいですよね。はい、乙武さん誕生日に、うん、小池さんがにっこり笑って一緒に同席していると。いやいやこれはいいんですよ、これ自体は私何も悪くないんですけども、これ見るとやっぱり2人のつながりって分かりますね。乙武さん無所属っていうのはいくらなんでもおかしいと思いますよと。でこんなニュースもありましたね。これね、あのもう4年前に出た話なんですけども、最近やっぱりねこういう情勢を受けまして、どん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 まだ蒸し返されて出ているんですが、例のあの卒業したってやつなんですけども、おかしいぞって写真が出てるんです。はい、これ見てください。あの赤枠は私は作ったんですけども、小池さんの写真が貼ったでしょ。でもね、なんか宙に浮いてるような感じがちょっとしませんか。しかもです、これです。なんかね、ヘアピンかなんかで写真をね、ピッとクリップで止めたような感じになってるんですね。なんか不自然だって話が出ております。いや、これ私が言ってるんじゃありませんよ。こういう話が出てるんですけども。だからね、推測として言われてるのは、実はこれはね、誰か全く赤の他人のこれは卒業証書かなんかじゃないかと。で、今ピンで止めてありますけども、あの写真の下には別人のアラブ人の写真があるかもしれないというね、そういう疑惑も今出ております。いや、これについてはどうなるか分かりませんけども、まあ今回のね補選とか、まあ、都知事選含めましてどうなるか分かりません。で私がねお願いしたいのは、一刻も早く説明責任を果たしてほしいと。これが私から、うん、この小池さんに対する切なる要望でございます。はい、今日の動画良かったと思う方、いいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。